阪神、ボコボコ。阪神ビーズリーが2回4失点の炎上、今日対戦なら巨人の優勝が決定。サンタナスリーランで終戦。完全にやられたな。こりゃもう最終戦まで全敗もあるな。打てる外国人ええな。今日の現地観戦、何の罰ゲームよ。ふう、なんとか致命傷で済んだ。ビーズリー使い回されて炎上。終わる時はこんなもん、月曜日で勝負決まってた。阪神負けて巨人優勝決定か。しかも巨人も勝ってるよ。菅野だし決まりかな。まあ綺麗に終わってくれよ最後は。阪神も巨人も負けてぬるっと決まれ。でも阪神ファンは4連勝するって言ってたよ。岡田の采配またも失敗やん。ヤクファンやけど防御率6点台の山野を甘く見るなよ。まあ試合展開的に巨人が勝って決めそう感はある。とりあえず今日でセリーグ決まりやな。